今日は9月、昨日は4日だったんで、5日です。まあ、ついに昨日ですね、新潟記念、まあ、その前の日は札幌日産ステークス、これが終わりました。ということは夏競馬が終わりました。来ましたよ、これも夏競馬。本当辛く長い。やっぱ本当ダービー終わって、まあ、ダービー使いました。宝塚記念が6月末に終わって、この2ヶ月本当にもう苦痛な夏競馬。まあ、その分荒れたりして、まあ、面白かったって言いますけど、まあ、ちょっと今年この夏はいつになくちょっと大変な思いをしてしまったんで、僕は。なのでもう本当この秋開催、中山中京でしたっけ、がもうどれだけ楽しみだったかっていうのをもう本当待ってました。そしてまあやっと、まあ、この前の前回動画撮らせてもらったんですけど、やっともう9月に始めると言ったタイミングがやっと来たので、今週がまあシオンステークス、あとスプリンターズステークスのトライアルにもなってるセントールステークスが始まるということで、やっと今週から動画始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、でも着きましたね、本当。中山、まあ、今週あれですね、牝馬、まあ、ちょっと牝馬路線は、いや僕結構やっぱこの本当に夏競馬はハンデ重賞だったり、3歳がと古馬が戦って大変な、まあ、ちょっと難しいっていうのはあったり、まあ、ダートもそんなに僕、まあ、うまくはないっていうのはあるんであれなんですけど、ここの去年のもうシオンステークスもちゃんと穴を拾ってたりしてるんで、予想のしがいがあるということで、もうぜひご期待していただきたいと思います。まだ今週土曜日がシオンステークスで、日曜日がセントールステークス、あともう一個ありましたよね。そう、あとあれだ、京成杯オータムハンディか。まあ、なんかそのあたりもあるので、ちょっと随時予想をアップ、まあ、ちょっと YouTube 的にはちょっと動画アップしたいんですけど、ちょっとまだ慣れてない部分もあると思うので、 Twitter をちょっと解説させていただいたんで、まあ、そっちの方に予想と、あと馬券と、で、まあ、あとそれを込め、ふめ、ふめ、その予想と買い目とあれを合わせた動画をその翌週あたりにアップできたらなというふうに思ってます。なので今週はちょっとあれですね、やっと夏競馬終わったということで、もうちょっと、これから秋競馬始まるということで、だからもうこれあれですね、この無職の荒井競馬チャンネル、過去仮の周年、もう周年的な感じがこの9月、中山と中京、まあ、来年は多分阪神とかになると思うんですけど、これが一つの区切りのなるとして、それを記念して今日動画撮らせていただきました。なのでちょっと楽しみだな。いや、マジで、本当、一応去年もスプリンターズステークス、まあ一応取らせてもらってるんで、なんとかこの中山は僕ちょっと得意っていう部分をちょっと見せたいんで、ちょっと皆さん本当、お手柔らかによろしくお願いします。荒井でした。